エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は1月21日から27日までのジェネラルリーディングで A のカードを引かれた方へのメッセージです。はい、A のカードはこの54番の Goddess Pellet and Lava Stone で Melt into Divine Desire というカードですね。綺麗なカードでしょう。で、まあゴーデスペレというのは、ジェネラルリーディング申し上げましたけど、ハワイのハワイ島の火山の女神様ですね。本当に火のエネルギーそのものですね。で、このラバストーンというのはその、溶岩からできた石なんですけど、まあ、これ本当パワフルなんですね。この特にティベタンテクタイとはものすごいんですけど、これ。もし皆さんお持ちだったらこれでですね、本当はクリスタルワークをするときはこの、アナンダライトとこれを使ってですね、こうペアを組んでこう体をやると、それだけであまりエネルギー感じない人もね、ものすごく感じてきます。で、まあ、このラバストーンお持ちの方はぜひこれを持ってですね、ちょっと瞑想していただくといいと思うんですけど、このメッセージですけど、メッセージはね、Melt into Divine Desire というふうタイトルがついてます。で、Divine Desire って、 Divine のね、聖なる Desire、欲望ですよね。こうなりたいなという、そこにね、溶けて中に入ってきなさいってことなんですよね。火山の溶岩っていうのはものすごいドロドロしてますよね。そこに自ら溶けて、本当にこういう、私はこんな風に生きたいんだと、それも本当に自分のディヴァインな自分ね、ハイアーセルフの魂のディザイアをしっかり聞き取って、そこに自分を喜びでこう身を投げて、もうドロドロ溶かしていくようなタイミングだよというカードですよね、これね。ちょっと言いましょうかね。We bring you the empowerment of melting into divine desire。このカード引いたってことはね、そのディヴァインなデザイアの中に溶かしていくような、こう大きなこう力をね、自分に与えていくことを、皆さんに今これを差しあのもたらしてますよと。 There's a time and place。 スピリチュアルな道というのはね、時にはディタッチメント、ちょっとその一歩離れてね、クールに見ていくような時間とか時も必要な時あります。ちょっと瞑想してしっかりとこう自分世間から離れてね、それでね、なんていうんですかね、ちょっと一歩自分から離れてですね、そして、ニュートラルなものの見方でいろんなものを見ていくっていうことによってね、いろんなはっきりとものが見えてくることがありますから、それとても大事ですね。だからやはりこう瞑想したりとか、こうスピリチュアルワークでこうリトリートをしたりとかってことすごくあります。ですけども、 There's a time、 同じようにですね、こういう時もあるんですね。For mind to become clear and peaceful and open to divine guidance, even if the means temporary loss for a greater long-term gain。 さらにですね、マインドがもっとクリアになって、もっとこうピースフルね、落ち着いてきて、そして宇宙からのディヴァインな聖なる導きにね、にオープンになっていくような時もあります。たとえどんな時であっても、例えばね、それが長い目で見た時は自分にとって非常に大きなゲインね、自分にとって本当にゲインというのは得ることですよね。利益になるというかね、得ることであったとしても、テンパラリー、一時的にはちょっと失ってしまうようなことだって分かっていても、でも一時的には大変かもしれないけど、もう長い目で見たら絶対こっちの方がいいんだっていうことが見えた時に、はっきりと頭の中でこうクリアできてた時に、そっちに向かってそのガイダンスに進んでいく時もあるんですね。で、もう一つ。There is also a time to melt into divine desire to allow your passion to motivate and inspire you to attain greater progress on your divine life journey. When less fervent longing could not。 ね、
でももう一つはどんな時あるかっていうと、何か本当にね、内側からこう込み上げてくるようなモチベーションとインスピレーションで、情熱を持って自分をですね、このディヴァインディザイアの中に溶かし込んで行動を起こしていく時もあるんですね。で、ディザイアって言うと欲望って日本語で訳しますけど、その欲というのはね、我欲もの場合はやはり自分のエゴでこう私たちを惑わす欲もあるんですけども、スピリチュアルなデザイン、ディヴァインディザイアの時はですね、これはですね、私たちの何て言うのかな、魂の進化をこう加速してくれるようなデザイアもあるんですね。こうスピリチュアルな道を自分でこう本当に魂の道でやっていくんだって言った時のそのモチベーションと、デザイアはですね、素晴らしいものがありますね。ですから今このカード引かれた方っていうのは、多分きっとそういった今後ろにこうちょっと引っ込んでですね、恥ずかしいからやらないでおこうとかね、なんていうのかな、こんな風に人生考えるのってちょっと変じゃないのっていう風に、ちょっと変に理性的にマインドで考えたりとかね、それからこんなことやったら誰も自分のことなんかきっと分かってくれないだろうなっていうことで、自分を前に進めるのをやめたりとかですね、もしくは自分をジャッジしてですね、やるね、とにかくこんなの普通じゃないよねっていうような周りの普通の外側の基準に合わせて、やっぱりおかしいって言って自分をこうホールディングバックね、後ろにこう前に進まずにいさせるような時ではないんですね。今はどういう時かっていうと、いいですか？もう本当に自分の情熱で傾けて前に進んでいくようなこう目的がはっきり見えてきた方はですね、今こそもう愛の中にメルティングイット、ね、ディヴァインディザイアというのは愛そのものですよ。宇宙のその愛の中に、私が去年の12月の修行した時に決めたようにね、もう愛で生きるんだって決めて、私は星を見つれずエルサを始めたんですよ。こんなことして本当に住宅ローン払わなきゃいけないのに、何の保証もない、生活しているかどうかも分からなかったけど、でもあの時やらずにいつやるんだと思ったんですね。で、今そういう時なんだと思います。これ引かれた方だから、いいですか、Living in fear、 恐れで生きるんじゃなくて愛で生きてみるってことを今やってみる。そのためにはですね、やっぱりコンスタントディスプリンが必要ですよ。常にやっぱり自分をこう切磋琢磨してやっていく。だから私去年340本も動画作ったんですよね。毎日コツ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 と一人で何の保証もない中で、どうかこのメッセージが必要な人のところで届きますようにと。まあ、340本の中に個人鑑定の動画もいっぱい含まれてますから、皆さん全員にはそれ行き渡ってませんけれども、よく自分でも数えてやったなと思うんですけどね。でもまあそういうそのディシプリンですよね。自分に課した本当にね、コミットしてディターミネーション、覚悟を決めてやったんですよね。で、それが魂の道に沿っている時はものすごいディバインなね、宇宙からのサポートが来るんですよ。そして道がつきました。だから、ぜひこのカード引かれた方、今そのメッセージをですね、しっかりと心に刻んでですね、今こそ大きくですね、自分に許していきましょう。自分のディヴァインディザイアをですね、見つけて、そしてメルトイントゥザディヴァインディザイアね、そのディヴァインな思いの中に、情熱の中に自分を愛で生きるというふうにね、溶け込ませていく勇気を、このラバーストーンですねとペレを祈ってですね、ぜひアファメーションをしてみましょう。今週1週間しっかりそこをして、いらないものはどんどん浄化をして燃やしていく中で、きっとですね、28日の新月ですね、水瓶座の新月で大きな種をまくアファメーションができると思います。はい、それでは素敵な1週間をお過ごしください。ご清聴ありがとうございました。